とうございます。勝ちました。今のお気持ちいかがでしょうか。僕も6年目の完封だったんで、6年ぶりの、なかなかしんどかったです。改めて今日の試合振り返ってみていただきまして、今日は自身4勝目の勝利を挙げられました。9回を投げ切り完封勝利、許したヒットは2本のみという素晴らしいピッチングを披露していただきましたが、ご自身のピッチング改めて振り返ってみていかがでしょうか。前回の制球が出て、不甲斐ないピッチングだったので、今日はまあ制球ちゃんといってて、テンポよく打ち取れたんじゃないかと思います。そして今日は球数なんと9イニングを通して102球という省エネピッチングでした。打たせて取るピッチング、ご自身で意識していたことはあるんですか。状態はそこまで良くなかったので、低めに集めて三振どうかなという感じで期待しました。ありがとうございます。